今度は B1 と並んで売れている最新コンパクトに注目。生産はタイランド、つまり輸入車となる4代目日産マーチ。軽量化のためプラットフォームを変更、パワーユニットも軽量コンパクトに新開発。グローバル戦略の先鋒がこの次世代マーチなのだ。そして新型スズキスイフト、旧モデルの欧州での評価は非常に高く、この新型でも走りの DNA を最も重視し開発したという。すでにハンガリーでも生産開始。スズキの世界戦略は現在進行形だ。マーチンスイフトね、はい、今こう話題の2台だから、ね、そうですね、まあ、一番世の中走ってる台数が多い車ですね。そうそう、日産一押しとそれからスズキ一押しのね、はい。ただね、我々の視点で言うとやっぱ走りでしょ。まあそうですね、お買い物車だけどやっぱりこう交差点とかね、サッと行ってほしい。そうですね、だからこの新しい2台がどれぐらい走るかを、うん、チェックしましょう。チェックしましょう。というわけでコンパクト担当は金ちゃんと片岡選手。正直コンパクトがあまり似合わないデコボココンビだが、一体どんな評価となるのか。うわー、 ABS も姿勢が変わってインリフトをしてるんですよね。そこでブレーキングでインリフトをしちゃうんで、ここで ABS がうまく機能しない。うわ、ドアンダー、これはなんとかしてほしいな。今回は走りのモデルではなく、いわゆる売れ筋のモデル。その辺考えてお願いしますよ、片岡さん。ハンドリング自体は素直なんだけれども、ちょっとこれ装着してるタイヤが細いのか、タイヤが滑っちゃうんで、もう少しタイヤが良ければシャーシ的にはもう少しいけそうな感じはありますね。でもまあバランス的には、まあ、その街中でたとえすごいこう路面が悪いところで走っても、まあどちらかというとこう前から危ないよという匂いを出してくれるから、そんなにこう危険ではないですよね。ただまあちょっとこうさっき走るともう少し前が入ってくれてもいいのになというところはあります。一般道を想定するなんて上出来上出来。そしてスイフトは金ちゃん同様、初期のステアはいい。それから重量感があるね。重たいという意味じゃなくて、こうボディ剛性感というか、いい意味の落ち着きがある。いいじゃない。ただちょっと限界付近で動きが安定しないね。ロールのね、ひこひこする、引っ張りながらひこひこするから、ここはちょっと気になるな。すごいね、曲がります。これで全然接地感があって、非常に安定感があって、全く恐怖を感じない。結構パワーに対して車が勝ってる感じで、まあ、かなりこの攻めてる感は出せる車ですね。でこんな勢いで入っちゃってもいいのっていうところからでも十分に曲がっていってくれます。最終コーナーノーブレーキか。ほとんど回転を落とさずに旋回していく新型スイフト。いや、非常にいいです。多分あれ最終コーナーもうちょっと行けば全開で行けちゃうんじゃないかなっていう感触があります。マーチ、スイフトに負けじとライバルも集結。スクーバースリーラップスバトル。ちなみにゼロ 200m 加速テストではなんとマーチが最速をマーク。続いてターボのトロ、そして最大排気量の500が続く。そしてスターティンググリッドはタイムアタックの逆ポール方式を採用。この大きさには見えないぐらいしっかり感っていう、ちゃんとね、変な後ろがペーンって唐突に動いたりはしないし、まあ、まあ、0-200速い分なんとかストレートで。無理だな。まあ頑張ります。二
2010年上半期の登録台数第5位のトヨタパッソ、もちろんレスも初登場。 CM を見てもターゲットは完全に女性だが、その走りの実力は一体どんなもんだ。もちろんタイヤも細いしパワーもないんですけど、その全体的なこうなんていうんですかね、バランスとしては悪くないパッケージになってる気がします。家のリビングで走ってるような感じなんですけれども、まあ、このリビングがこの中でどこまで戦えるか、バトルをちょっとしてみたいと思います。よく曲がる。この最初に切り始めてから切りましたところもすごくつながりが良くて、これほら狙ったところに行ける感じがすごいあるよ。ただね、ちょっとエンジンパワー的にどうかなっていうのがあるんですけど、その辺のハンドリングの良さっていうのをね、あの他の車と比べたいと思います。着々と増殖しているフィアット500、ディメンションは背伸びをせず、ボディは2ドアのみ。スペースユーティリティを極限まで追求した国産コンパクトとは一線を画す。シフトのそのもたつきを除けば、フロントの接地感もいいし、結構車的には乗りやすいですね。なんか結構可愛くて、タイムもそこそこで、バトルなんですけど、楽しんで性能を出してみたいと思います。現在国内でプリウスに次いで売れているホンダフィット、先日マイナーチェンジされたが、これはそれ以前のモデル。デビュー当時はその走り、ユーティリティともにライバルの頂点にあったが、今はどうなった？こういうコーナーってもうここでドアンダーしか手がないんだけど、でもそんなことないね。ダー効くのよ、この辺でふーっと、ほら。これは結構いいでしょう。ただね、動力性能がどうかなというね、後ろのポロの下級機でしょ、そこだけなんとかすりゃコーナーはいけると思うんです。コンパクトクラスの黒船、フォルクスワーゲンポロ、直噴とターボの組み合わせで究極のエコエンジンを実現。国産コンパクトにはない走りの質感で、国内でも販売絶好調。この辺の動きが軽いよね。1100キロだからやっぱりほんとこうスッと入るよね。アンダー出た後が短いよね、1100キロぐらいの車だと。ちょっとこれだけタイムが速いんで、一周はこう前車の後ろからチェックしてみたいと思います。大人ですね。さあバトルスタート。クラス特有のほのぼの感を醸し出しながらも、片岡バッソが前に出る。服部マーチは加速では一番のはずなのだが、なぜか伸びない。土屋ポロはその言葉通り、余裕でタイヤを温めながら1コーナーへ。というわけでリプレイどうぞ。ダメだ、遅れた。いけいけ、マーチに勝て。加速的にはこれ変わんないよ、マーチと。パワーはそれなりにありますね。大丈夫ね、土屋さん、遊んでるよ。あんまり寄らないでよ、寄らないでよ。いや、最初は出ないけどいいよ。失礼します、失礼します。やばくねえかよ、あんた。おせえんだけど、マーチ。フィットがアウトからいった。危ないって、アンダー出てるって。あった、イエーイ。もう並ばれちゃった。ごめんごめん。タイヤの太さかな、これは。ああ、それ、服部さん遅すぎるんですいません。前の車、これついていかなきゃいけないんでね。さようなら。待ってよ、みんな。というわけで、なぜか加速が伸びない服部マーチは置いといて、田中フィアットを先頭にバトルは続行。さあ、バックストレート勝負。おお、やっぱフィットが行くね。お、ストレートパス行けますよ。どう？いいよいいよ。これはストレートは、あれあれ、マジで土屋さんも来てるもん。
ここはダメ、土屋さん。ここにいるんだけど、ちょっと。おい、おい、おい。それなんだ、それ。それ。あ、買った方が何乗ってんだい。変な車だな、それ。土屋さんはパスをご存じないようです。それでもドリドリプロは正面ストレートで一気に2台を抜いて3番手に。ブレーキが、旋回ブレーキ弱い。コーナーは余裕あんのよ、これ。この車。ただ加速がね、スイフトね、加速が遅いですね、これ。車はいいんですけど。ポロがフィットをロックオン。早すぎ、ポロ。ポロ早すぎ。ここで稼いとかないとストレート遅いからな。でもね、これ本当にハンドリングいい。まあ、外国車勢はね、今回はちょっと置いといて、国産同士で比べるんであれば、まあ、そのパッケージ的に言うならこのパスを検討してるんじゃないですか。ごめんねライトラックパッシングなんかしちゃって。ダメだ、手振られてるよ。しょ、まあいいや、ポロは500だ、問題500。このクラスにとって高速コーナーともいえる最終の姿勢を見てみると、安定している前の4台に比べパストのロールは無限大。なんと今時スタビライザーが未装着なのである。アポロがやっぱり早いな。ラップタイム全然これ違うな。マーゲン早いですよ、結構。ほらほらほら、すごく安全な車。バックストレートで抜かれそうな気配、それまで我慢できるかな。車重は500がポロより80キロ軽いものの、パワーは5馬力、そしてトルクは 4.4 キロもポロが上回る。またディアロジックと DSG ではシフトスピードという点で大きな差が。田中フィアット、どこまで逃げ切れるか。しっかりしてるよ、車が。すごくしっかりしてる。さあ、それと、あ、全然負けてる。遊ばれた。ストレート一本離れました。30だよ、30。でストレート1本きついな。トップに立った土屋プロ、資格はないのか。もうちょっといい泣き方しないの、ちょっと、ね、というわけでバトルは終了。欧州車2台がワンツーフィニッシュを決めた。また国産最速はホンダフィット。車重やパワーの割に速いタイムをマーク。売れているだけでなく走りがちゃんとしていることを証明した。そして期待されたマーチは残念ながら最下位に沈んだ。さあ、コンパクトカーまずは乗ってみましたが、はい、まあ、新しく出たね、マーチとスイフト、はい、そうです、ね、これキャラクターが分かれてたよね。だいぶもうそのフィールドが違うんではないかなと思うんですが、うん、マーチはねちょっとやっぱり3気筒だし、なんとなくこうレベルがね、やっぱタイヤもちょっとプアーですよね。プアーだね。その点やっぱりスイフトは今までの伝統をね受け継いでて、ね、それなりにがっしりしてて、はっきり言えばマーチよりワンランク上のような気がする。まあ上ですね。鈴木のその狙いが走りに振ってるっていうのは、うん、ハンドリングからきます ね。そういう意味ではね、ピット、はい、これも売れてるんだけど、エコカーなんだけどハンドリングがいいのよ。素晴らしいです。僕も乗った中ではフィットの評価は結構高いです。タイヤはそれほどハイグリップじゃないけども、でもこうなんていうの、にじみ出るやっぱ骨格がいいのかな。そうですね。だからボディ自体がちゃんとしてる、うん、その手応えをスッと感じますよね。そうそうそう。最終コーナーなんかでロールしてて、そこでハンドル切るとうーんって入ってくる、はい、だからこう限界のところでのまだキャパが残ってる感じが、うん、いいね、安心感ですよね。まあ、それが売れてる理由なのか、分かって買ってくれてるなら本当嬉しいんだけど、ね、パッソはよ、パッソはですね、まあこれも売れてる車なんですけど、うん、まあ、基本的にはリビング
のような車なので、シートだしね。そうですね。でカーペットのような絨毯で、うん、まあ、基本的にはもうさっきとは狙ってないんでしょうけど、まあ、ただねここは逆にさすがというか、ある意味このバランスは取れてるんですよ、うんうん、ブレーキ、タイヤ、ハンドリング全てがその次元でバランスが取れてるんで、1台で走ってる分には。でもとにかくそれぞれのキャラクターがはっきり分かれてたので、はい、あとお客さん好きなのを選べるといういい環境になったんですね。そうですね。逆に言うとこう被るところはあまりなかった、あまりなくてね、はい、だからこの世界はこの世界でとっても面白いと思います、はい。